ヘニングベルグ、ヘニングシュティレ、ベルグ、ヘニングシュティラベルグ、1969年9月1日体は、ノルウェーエイズボル出身の元サッカー選手。元ノルウェー代表。現役時代のポジションは、センターバック及び右サイドバック。現サッカー指導者。1988年から2004年のプロ生活の中では、母国のボレレンガフォトバルとリールストローム SK でプレーした後、 プレミアリーグ史上初の異なる2クラブでリーグタイトルを獲得した選手となり、スコットランド一部のレンジャーズで現役引退をした。ノルウェー代表としては100試合9得点を記録している。2005年に FK ンで指導者としてのキャリアを始めたベルグは、リールストロームを経て2012年にブラックバーンに戻るも、10試合でわずか1勝しか上げることができず。 就任してから57日後に解雇された。エイズボルに生まれたベルグは、イングランドへ渡る前に、母国のボレレンが断る、リールストレーム SK でプレーしていた。1992年10月14日に、ブラックバンド・オーバーズ FC のケニー・ガルグリッシュ、監督は、トーレ・ペデル戦を勧誘するため、ウェンブリー・スタジアムでのイングランド対ノルウェーを視察に、向かった。同試合では、 目当てのペデル戦は、ベルグと負傷交代してしまったが、その、ベルグのプレーに感銘を受けたことでオファーをし、1992から93シーズン途中の1993年1月に、遺跡金40万ポンドで、インランド一部のブラックバンド・オーバーズと契約した。同年2月2日のクリスタル・パレス FC 戦、ホーム1から2敗北に、途中出場で、初出場を飾って、以降、 すぐに右サイドバックのポジションをつかみ、1994から95シーズンはダルグリッシュ監督の下で、欠場はわずか試合と、中心選手としてリーグ優勝に貢献した。右サイドバック、そしてセンターバックとしても安定した活躍を見せていたことから、名称アレックス・ファーガソンの目に留まり、1997年、当時のイングランドサッカー界のディフェンダーとして、 史上最高額となる遺跡金500万ポンドで、マンチェスターユナイテッド FC と契約を果たした。ちなみに、ベルグが青年だった9年前に、ファーガソン監督は、獲得を希望していたものの、労働許可証が取得できずに断念していた。マンチェスターユナイテッドでは、1998から99、1999から2000シーズンに2度のリーグ優勝。 1998から99の FA カップ UEFA チャンピオンズリーグ1998から99に優勝を経験。3冠を達成した1998から99シーズンは負傷により2つのカップ戦決勝で欠場を余儀なくされたもののチャンピオンズリーグ準々決勝のインテルナツィオナーレムラノ戦で多くのファンの記憶にいる活躍を見せた。また、 1999年にリーグを制したことで、プレミアリーグ史上初の異なる2クラブで、リーグタイトルを獲得した選手となり、この偉業を達成した選手は2009年までに、ベルグ一人であった、2010年から、ニコラ・アネルカ、アシュリー・コール、ガエル・クリシー、コロトゥーレ、カルロス・テベスも達成。ベルグは、マンチェスター・ユナイテッド・加入一期目である1997から98シーズンは、 レギュラー起用されていたものの、1998から99シーズンに、ヤープスタム加入してから控えに回るようになり、1999から2000シーズンは、同胞のロニー・ヨンセンが負傷した場合にのみ、先発起用される状態となっていたため、2000年9月に、グレアム・スーネス監督率いるフルス・ブラックバーンへ3ヶ月の、期限付き渡るを経て、完全移籍をし、 二部にいたクラブを見事一部へと昇格させる原動力となった。一部復帰一期目の2001から02シーズンはカーディフのミレニアムスタジアムでのフットボールリーグカップ決勝とテナムホットスパー FC を2から1で破り首相として優勝カップを掲げた。その後2003年にスコットランド一部のレンジャーズと契約し同2003から04シーズンをもって 現役引退をした。1992年5月のフェロー諸島との親善試合でノルウェー代表として初出場を飾って以降、1994年、1998年のワールドカップ UEFA エウロ2 0 0 0と主要大会に3度出場。2004年5月のウェールズとの親善試合でクラウス・ルンデクバンと早期交代したのが最後の試合となった。 代表通算100試合9得点を記録した。35歳の2005年4月22日に FK リンの監督として4年契約を締結。その2日後の IK スタルト戦で初式、翌週のモルデー FK 戦で初勝利を飾った。同シーズンのクラブは3位でリーグ戦を終えた。リンを指揮する中での2008年8月19日に、 選手時代を過ごしたリールストロームからの申し出を受け入れたことを発表し、10月21日に正式に5年契約を締結。2011年10月27日に成績不振とクラブの内紛からシーズン終了残り3試合で解任された。リールストローム後は地元テレビ局で評論家として仕事をしていたベルグに対し、選手時代を過ごしたブラックバーンから 監督就任の要請がかかり、2012年10月31日に申し出を受け入れた。11月3日のクリスタルパレス戦、アウェー0から2敗北で、初式、11月7日のピーターバラユナイテッド、FC 戦、アウェー4から1勝利で、初勝利を記録するも、10試合で1試合しか勝利に、導くことができず、就任してからわずか57日後の12月27日に、 解雇された。これを受けベルグは賃金不払い理由に裁判所に申し立て手続きをし、2013年4月30日に裁判所はブラックバーンにベルグへ225万ポンドを支払うことを命じた。2013年12月18日、ポーランドのレギア・ワルシャワの監督に就任することが発表された。契約期間は2年半。2016年5月5日、 ビデオトン FC の監督に就任した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。